SX-5 から1ヘリコプターカーティスブリーカー。ヘリコプターは1920年代後半にアメリカ合衆国で開発されたヘリコプターである。4枚の幅広いローター翼にそれぞれ回転させるためのプロペラが取り付けられ、胴体に搭載されたエンジンからドライブシャフトでプロペラを駆動する構成であった。ちょうど4機の小さな飛行機を取り付けたメリーゴーラウンドのような航空機であった。 正式名称は SX-5 から1。中のエンジニアのマスランド、p v d カーが設計し、カー,ーティスライト社が25万ドルの費用で4年ほどの歳月をかけて製作された。特徴は、ローター翼のそれぞれに推進用のプロペラを取り付け、1台のエンジンからドライブシャフトでプロペラを回転させローター翼を反動トルクなく回転させ、揚力を得ようとしたものである。 ローター翼には、スタボベーター、スタベベーターと呼ばれるピッチ変更用の小翼が取り付けられていた。エンジンは 420HP のプラットホイットニーの星型エンジンが採用された。1929年のテスト飛行でドライブシャフトが破損し、試験は停止され、1933年に再度試験されたが振動の問題でプロジェクトは中止された。垂直上昇と、 ホバリングと着陸には成功したとされる。同様に、ローター翼にプロペラをつけて回転させるという、構層のヘリコプターには、ヘレセンカーンのものやイザコーのものがあった。ニュープレインメイフライストレートアップインエアー。ポペラーサイエンス。ありがとうございます。